はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えっ、ー、と、まずね、えっ、ー、と、みやびですが、えー、2回目の PCR 検査の結果も出まして、えー、無事陰性でしたというわけで、えー、夏風た立ちの悪い夏風邪ということになりましたので、えー、月曜までお休みとしましたので、えー、火曜日から、 通常の撮影に戻りますので、えー、通常のレビュー動画は水曜から上がると思います火曜も雅が撮影終わって体調悪くなければ配信復活しますというわけで皆様ご心配をおかけいたしましたというねご報告をして今日はねちょっといろいろ皆さんから、えー、ご要望が多かった モニターヘッドホンについてやろうと思うんですがえまずね僕が20年以上ずっと使ってきたのがこのソ <laughs> ニー MDR7506 通称青帯と言われてるやつ普通はねあのーなんだっけあのファーストテイクでしたっけとかねあの赤帯赤ここが赤い は赤い CD900ST っていうのがまあ日本の標準と言われてますがあれはねちょっと僕には広域が出すぎてても刺さるしすごいしまあねあの PA やってた時代もあるのでその時はステージでのですねハウリングチェックとかに使ってましたけどもう今は全く使ってないですもうずっと20年以上7506で。 で、まあこの7506はこの間ね視聴者の方が買われて「最高です」って言ってたんですけどまあリスニングにも使えますで音はねえなんでこれ使うかっていうと高域のチェックは CD900ST が優れてますで低域がつかめないんです CD900ST はで、これは低域つかむのにすごくよくてハイがそんな。 あの CD500SD みたいにすごい出てないんでバランスいいので僕はこっちの方がやりやすく使いやすかったのでずっとこっち使ってたんですがそこに割って入ったのがこのタゴスタジオ T301 まあこれがねほんとナチュラルフラットでえどっかの帯域が出てることもなく まあ全体的なミックスの時に使いやすいので、ミックス時は、そうですね、後で言いますけれども、まあ、これは活躍、最近はしてますけれども、え音はね、ほんとナチュラルフラットで、優しい音なんで、リスニングに使うんだったら、バランスが絶対いいと思います。まあ、ただ、ね、あやことかそうなんですけど、最近シングルエンドの方がいいって言って、シングルエンドに戻してる方も多いので、まあね、 好好き好きなんですよねバランスとアンバランスは、えー。アンバランスだと音の塊感とかあのんだろう音の厚みとかそういうの出てくるしバランスにすると分離感増して音の広がりとかってなってくるのでまあ好き好きなので、まあ、そこは好き好きに聞き分けてほしいんですが僕はバランスで使います。 で、オーディオインターフェースってバランスの端子ついてないんで、えっとね、バランスアンバランス、えっと、トランスミッ,トランスミッターっていうか、コンバーターみたいなのがあるので、とか、まあ、逆にミックス時のチェックはオーディオインターフェースからさらに、えっと、ダックかヘッドホンアンプ通してバランスでっていうパターンにもしてます。で、えー、最後3本目が、この間まで、えっと、手話の1540だったんですけど、SRH の。 あれはもうやめまして、えー、この間レビューしたオーディオテクニカ ATHR70X、えー、これに変わってます理由はねえっ、ー、と域がつかみやすいっていうのとまあモニタースピーカーを聴いているような感じで、えー、とモニターできるのでまあ結構いいなこれはっていう驚きがあって えー、結構スピーカーライクなチェックスピーカー鳴らせない時がたまにあるのでしかも大音量でチェックっていう時はあのー、こっち使ってやると比較的スピーカーでやった時と変わらないミックスができたりしちゃうのでえとてもこちらには重宝しております。でえー まあ一番リスニングに向いてるのは、っていった開放型だったら、やっぱこっち、これです。これモニターですけど、で、オーディオテクニカのリファレンスとして、もうね、長い間何年も君臨してて、プロも愛用者が多いんですが、これ、さらにバランスで、えー、っと、専用のバランスケーブル、もしね、あの、僕が使ってる K9 Pro ESS とか、XLR のバランスがついてれば、こういうケーブルでバランスでいけますし、えー、っと、1万円以上しますけど、 えー、ここがね、ちょっと特殊コネクタになってるので、ロック機構がついた。えっ、ー、と、この形状にあったやつが4.4ミリバランスとかも1万以上で出てたりするので、まあ、それ使ってバランスで、リスニングならバランスで聞くといいと思います。こちらも素晴らしいです。<laughs> で、この3本の使い分けというか、その前に最近のモニター、 ミックスの傾向を伝えます。も前にね、あの、基本僕らスピーカーメインですと説明してますけども、何回も動画で。えっ、ー、とね、最近はね、もうあの、一般のユーザーさんたちがイヤホン、ヘッドホンで聞くことが増えたので、えー、僕らもスピーカーだけじゃなく、もうミックス中にヘッドホン使うことが増えてきました、だんだんと。でエンジニアさんはもうヘッドホン、首にかけながらスピーカーとヘッドホン両方で、 で特に左右の、なんだろう、あの、左右ちゃんとなってるかとか、そういう定位とかのチェックには、ヘッドホン使ったり、スピーカーで確認したりっていう、交互にも今やってる感じで、で、僕も、まあ僕はミックスエンジニアじゃないですけど、まあ、エンジニア使うまでもない仕事の時は自分でやっちゃうんで、その時はね、順番的にはですね、<laughs> まず、この、 タゴスタジオ組んで全体の感じをこれオールフラットでナチュラルなんで全体の感じを見ますでこれ低域足りないなとかハイが足りないなとか中域引っ込んでんなとか思ったら、えー、次これでじゃあ定期たそう広域多そう中域多そうとか広域引っ込めようってやった後に定期広域チェック この7号図、これが一番聞き慣れてるので、これで本当にそうなってるかの確認をします。で、して OK だったら、で、まあ大体 OK じゃないので、微調整して、で、もう一回こっちに戻します。T301 に。で、あ、これでいいかなぁと思ったら最終チェックで、この R70X が登場して、 スピーカーでモニタースピーカーで聴いてるかのようなチェックをしてでまあスピーカーで出せるときは最終的にスピーカーでも鳴らしてチェックしますでまあこれでも OK だったらじゃあということでこの後はモニターヘッドホンではなく家にあるあらゆるものでイヤホンだったりヘッドホンだったりワイヤレス イヤホンだ TWS ですね TWS だったりワイヤレスヘッドホンだったりで聞いてあとまあ Bluetooth スピーカーえー、っともうラジカセ安いそのまんま、えっと、iPhoneiPad のスピーカーから聞いて全部どう聞こえるかをチェックした後車でも僕の場合は車に、えっと、音源持ってって車で鳴らして車の中ではどう聞こえるかまでチェックはします。 それでやっと、まあ、納得いく音ができたらマスタリングエンジニアさんに頼むわけですけれどもまあねそんな大それたものじゃない時は自分でマスタリングまでやっちゃいますがまあこの辺はねもうねほんと多分ねサウンドレコーディングっていう雑誌があってそれ読んでみて立ち読みでいいんですけど本屋さんで。内容が わかる人じゃないとえっともう専門的になってしまって多分僕が何言ってるか分かんなくなると思うんでまず、えー、レコーディングとか DTM の世界を知りたい方はサウンドレコーディングを読んでいただいて立ち読みでいいです何が書いてあるか分かったら多分僕が普通に喋っても内容分かると思うんですけどなんだこれ何書いてあるか全く分からんってなった場合は多分僕が普通に喋ったら この動画もわかんなくなるんで、僕はなるべく簡単にやりますけど、まあ、そうですね。マ、まあ、スタリングとかになってくると、あの、ラウドネスの調整とかね、あのー、なんだろう、うん、コンプで、コンプレッサーっていうのがあるんですけど、コンプで潰したりとかいろいろあるんですけど、まあ、この辺の話に、コンプ、リミッター、リバーブ、まあ、あとディレイ、 えー、そうですね。まあ、あと、マキシマイザーとか、まあ、いろいろあるんですけど、あと EQ も当然いじりますけど、すごい専門的になってきて、で、エンジニアさんとか僕らによっては、えっと、プラグインって言って最近はもう全部、あの、ハードウェア、要は、そのコンプレッサーとかリミッターとか、あの、リバーブとか、ちゃんとしたこういう機械、アウトボードって言うんですけど、ハードウェアを、もう、 コンピューター上にシミュレーションして、えっと、再現して、えー、そっちを使わなくても、もパソコンの中でプラグインを立ち上げれば、何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 っていう有名なコンプレッサーを立ち上げれば、それで音を調整できるんですけど、やっぱりね、ハードウェアでやった方が調整が早いとか、いろんな理由があったり、音がやっぱそっちの方がいいっていうアーティストとか、あの、エンジニアさんもいるので、 えー、人それぞれです。それはプラグイン派の人もいれば、プラグインとハードウェア、両方使うハイブリッド派の,れ派の人もいれば、まあ、ハードウェアにこだわってる方もいます。そこはもう人それぞれ好き好きです。なので、まあ、僕の場合はもうね、えーと、自宅スタジオはもう場所の問題でアウトボード、要はハードウェア置いとく場所がないので、全部プラグインです。プラグインでやっちゃいます。割り切ってます、そこは。 で、本ちゃんのレコーディングとかだとちゃんとね、もう予算もあって、まあ、ね、ちゃんとしたスタジオでやれるので、まあ、アウトボードも使いますし、ちょっとこれのコンプちょっとかけてとか、ちょっとこうしようっていうのを、こっちフラグインにしようとか、こっちちょっとハードウェアで、アウトボードなのでやってみてって言って、ハードウェアでやっていい方を選ぶとかできるので、まあ、その辺はね、利便性と、 なんだろう音質というか結果のねこうシーソーゲームじゃないですけどちょうどいいとこを取るっていう当然時間とお金は限られてるので最高をね目指せばもう本当最強の環境で時間も無限に使ってお金も無限に使ってってできるんですけどできないのですプロの。プロの世界っていうのは必ず予算と締め切りの時間があるので。 そこの中で最高のものをバランスさせなきゃいけないんでまあある程度妥協点っていうのも必要になるんですけれどもまあそんな感じでとりあえず僕は現状今は、えー、とさっき言った通りソニーの MDR7506 あとタゴスタジオ T301 で最後にオーディオテクニカ ATH r 70 x この3本をメインで仕事してますという感じです。ただまあモニターっていうか仕事は基本的にメインはスピーカーです。で、ジェネレックっていうところのスピーカーを使っています。で、オーディオインターフェースはユニバーサルオーディオっていうところのやつを使ってます。えっと、アポロツイン X。 えっと、ヘリテージだったかなちょっと、正式名称忘れましたけど、を使ってます。なので、まあ、そんな感じで僕らはモニター、ヘッドホン使うんですが、あともう一個ね、この7506がいいところは、こんなちっちゃくなっちゃうんですよね。こんな。持ち歩きに超絶便利で、えー、常に持っておいて、出先で何かあったらすぐこれ出してチェックするっていうようにも使ってます。これはもうすぐ、 カバンに入れられらるこん,こんなサイズなので畳んじゃうと。なので全然かさばらないのでこれは常に持っておいて出先でも突然必要になったあとですね映像編集の時にえー、っと普段スピーカーでやってますけどあのなんだろう音漏れのチェックとか開放型のヘッドホンでみやびが聴いてる時に音が結構いつも漏れてますけどそノイズ何パーかノイズゲート何パーかけるかとか そういう微調整するときはこれ使います。映像編集にはこれが一番です。僕は。タゴスタジオの T301 とか、オーディオテクニカの R70X は使いません。映像編集には。僕はこっち使います。これが一番わかりやすいんで、映像編集は。なので、動画の編集とかは、これ使ってます。というわけで、えー、モニターヘッドホンもね、僕の使い方みたいな感じと、 まあ、モニターヘッドもいろんな種類があって、えまあ、こちらのオーディオテクニカ R70X は開放型。残りのソニーの MDR7506 と T3-01 はタコスタジオ。これは密閉型です。密閉2つに今僕は開放一つを使い分けているといった感じで。で、これ全部リスニングでも使えます。なので、まあ、視聴これ全部イヤーとかで でできると思うのでヨドバシとかでもできると思うのでまあ主張できる方は主張していただいてああモニターヘッドホンだけどリスニングだとこう聞こえるんだで気に入ったら買っちゃうのもありだと思いますなのでまあとりあえずモニターヘッドホンっていうものについて、えー、であとね共通してるのがねまあソニーのこれはねあのー、僕まだこれ曲げてないですけど ここを曲げちゃう自分の頭ままあ、曲曲がっっててすすね、僕もここちょっと曲げてます自分の頭の形に合わせて曲げちゃいます。これを。すると、長時間つけても疲れないし、えー、タゴスタジオと、えー、この R70X はもうほんとつけて、こっちは軽くて、もうつけてて、もうつけてる気がしないぐらいつけ心地いいんで、この2つは長時間つけてても,もう最初から大丈夫なように作られてるんで、えー、基本的にモニターヘッドホンというのは長時間つけてて、 頭痛くなったり疲れなかったりっていうふうにできているので、えー、そういうのを選ぶのがいいと思います。なのでリスニングも長時間聞いてても疲れません。というわけで、えー、モニターについて今日は話しましたけれどもちょっとねみや水曜だから火曜日撮影して、えー、水曜日から通常運転に戻るということは、えー、今日が土曜日なので 日月カートあと3本なんか僕が一人でやんなきゃいけないと思うのでまあ1日ぐらい休んでもいいよってコメント欄で書いてくれる人が多かったらあの1日動画休みますけど更新をなんかね続けてきたことをやめるのが本当に苦手なんで僕は性格的にでみやびも今回コロナ陰性だったからあの撮影するって言って言ったんですけど僕がもう 一年間以上ね、一年数ヶ月休みなく、毎日2本ずつ更新してきたんで、もういい加減休めと、気にしなくていいって言って休ましたので、じゃああんた休んでないじゃんっていう話なんですけど、まあこれは僕のね、気分の問題なので、落ち着かないので、なんかずっとやってきたことをやな、なんか途切れるっていうのが。でまあこうやって、なんかいろいろ語ってますけど、 まあ今回はモニターヘッドホンについてえうなぎくん掘り出しましたいつも通り。うなぎみやびにないから寂しいだろうばい。というわけでえ今回はモニターヘッドホンについて語らせていただきました。またもっと詳しくっていう声があればコメントに書いていただければもっと詳しくどんどん詳しくやってきますのでえとりあえず僕が使っているモニターヘッドホン3本の紹介とどんな感じかっていうことをお話ししました。 というわけで、私は、ドローンです。